Good morning, good afternoon, good evening. 安越哲也です。ご視聴いただいてありがとうございます。この動画では勉強法のアドバイスをしているんですが、もちろん私の試験に基づいたアドバイスですので、皆さんはこの中から自分に合ったものを選んで活用してください。勉強はですね、自分がやるものです。自分をしっかり持って自己責任で勉強をしてくださいね。さて、今回は耳と口を使って高速学習をしてくださいというお話をします。外国語の勉強、英語の勉強はですね、もちろん紙と鉛筆でやる時もあると思うんですけども、基本はたくさん聞くということが大事なんですね。たくさん聞くといっても、全然わからないものを、ただ聞いているだけではなかなかできるようにはなりません。どういうところに気をつけて音を活用すればいいのでしょうか。まずはですね、理解できるレベルのネイティブの英語、これをね、たくさん聞くことっていうのは大事ですよね。皆さんのね、理解度にも段階がありますよね。簡単な単語で話されたゆっくりした英語ならば理解できるという方はそういう英語を聞けばいい。で、上級者である程度までのニュースが理解できるという方はそういうニュースを聞けばいい。多聴といってもですね、わからないものをただ聞いているというのはあまりおすすめできる勉強法ではないと思います。さて、そしてですね、たくさん耳で触れる、で、耳で触れるだけではなくて、耳と口、これを連動させていくことがすごく大事なんですよね。例えば耳で聞いて口を動かす、オーバーラッピング、文字を見ながらやるものをオーバーラッピングと言いますけども、シャドーイング、今度は耳だけで聞いてついていくのをシャドーイングと言います。そして止めてリピートするのをリピーティングと言いますね。よく昔からテレビの英語番組で Repeat after me って言ってリピートさせますよね。あれがリピーティングです。で、あとはですね、電車の中とかで勉強される場合もあると思います。声が出せないと思いますから、そういう場合はリップシンクで、口だけパク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 動かすのでも、力はつきますから、ぜひそういうふうに耳と口を連動させてください。で、このように耳で聞く勉強、そして耳で聞いて理解するということは英語を読んでるのと同じようなことですよね。例えば、ある本のオーディオブックを聞いて理解した、ある本を読んで理解した、同じことですよね。だから耳で聞いて理解するというのは、これは読解力の養成にもつながるんですね。意味を考えながらリピーティングしたりシャドーイングしたりする、そして発音も磨いていく、これ一石二鳥三鳥四鳥ってね、同時にいろんな力が身につく学習法ですよね。で、どうしてもこの耳で聞いてリピートしたりシャドーしたりするときに意味が飛んでしまう人がいるんですけども、こういうことを言ってるんだなっていうふうに、全部は分からなくても、そのストーリーを追いながら聞くことがすごく大事ですよね。英語の勉強はこういった耳で英語に触れるっていうことを毎日やるっていうのがすごく大事だと私は思います。ご視聴いただいてありがとうございました。 Thank you for watching. Remember, practice makes perfect.